どうも、エルカビのエルウダです。はい、どうも、デルヤンシです。ということでね、はい、トレンドはですね、不要不急の外出ということなんですけれども、うん、なんですか？明日はもう雪が降るという可能性があって、日本列島は不要不急の外出を控えるように皆さんお願いしたいんですけれども、はい、明日はなんと私が、B1 グランプリ2回戦があるということで、不要不急だね。いやいや、不要不急の R1 グランプリのね、もうやめます。出れなくなった芸歴11年以上の人のピン芸人の大会なんですけど、はい、まあ、不要不急というにはちょっとね、明日豪華すぎるメンバーで、はい、ロビンフットオグさんとか、今野ブルマさんとかもいたような、はいはいはい、もう本ちゃんの方で決勝行ってる人結構出てくるんで、はい、でちょっとこれ先に言っときますけど、昨日実は僕勝手に一人でライブ出て調整したんですよ、はい、多分行くわ決勝いやいやいや、やめろ、やめなさい、そういうこと言うな、こういうのリアルに、こういう記録に残るところで言うのやめなさい、リアルに、ま、ちょっと仕上がってきてるっぽい昨日直前まで、ずっと準備してて、はい、で、スタッフさんに、上田さん準備してるから写真撮っていいですかって言われたんで、うん、全力で止めたの。そんぐらい。いや、絶対撮んないでやつって。結構珍しいでしょ、こんなこと言うの。そういうのはあれだね。で、多分優勝すると思いますんで、先にちょっと言っておきたいと思います。というね、ことなんですけども、今日はなんとあれですね、TKO さんが復帰会見を開いたと、あーらしいね、復帰会見なのか謝罪会見なのかちょっとよく分からなかったんですけども、はい、最終的にはですね、50歳の2人がこうやって肩を組んでですね、頬ずりをしてこうやってですね、あとはこのお互い向いてくださいっていうのをね、繰り返して、でその後に木本さんが、はい、これ大丈夫ですか、叩かれないですかって言っていたという、あ、なるほど、ことが、はい、あったんですが、うん、まあ、TKO さんがですね、木本さんが最初一人でいろいろ何があったかっていうのをこう説明していくという、はい、中で、まあ、結構こうそのどういう投資のあれがあったかっていうのを結構説明していました。ああ、しっかりしてたんだ。それしっかりしてたんですが、まず最初の、まあ、導入だけちょっとこう再現しますと、まあ、僕がなんでこんなに会見が遅くなってしまったかっていう、その理由についてなんですけどっていう、このちょっと理由についてなんですけどっていうところですね、僕リピートで見てしまった。あともう一個はですね、投資はしてんだけど、もう一個はですね、もう一個は今ね、でお笑いの情熱について聞かれた時に、まあお笑いの情熱正直なくなりました一回だけど、今賞レースとか見てて新しい人がどんどん出てきてて、新しい世代の人出てきてる、ほとんど後輩なんですよ、でこのね、しゃべりこのモノマネをですね、モノマネグランプリに持っていきたいっていう、あとは木下さんは泣いてました、ちょっと目がうるうるして、僕はもうこの日をずっと待ってましたからみたいな感じた。一応じゃあ身辺は綺麗に、っていうか、まあ、目のがついたって感じなんですね。なんか借金は3分の1は返したで、オフィシャルサイトを設立して、うん、そっちの方で仕事を募っていく。で、そっか、今フリーか、いつか忙しくなって、もし松竹戻ってもいいよってなった時にも戻れるんだったら戻りたいみたいなことも言ってました。その今手ぶらの状態で戻るわけにはいかないみたいな、迷惑しかかけないみたいな、それを正座してでっかいモニターで見ていたのは南川さんという芸人さんを、後ろから南川さんの奥さんがその星座の様子を撮るという、赤い秀和方式のパクリを完全にやっていたんですけれども、奥さんが星座してもいいんじゃないって言ったのか、星座してもよくないって言って、ああそうやな、まあ、バズってましたね結構ね、やっぱその会話ってさなちなみにですね、なんとすごいかぶり、裏かぶりというのか、はい、このパンちゃんリナさんが YouTube で謝罪動画を出したのも今日ということでしかも、はい、僕も知らなかったですよ、なぜタケルさんや天心さんのサインを書いて9万9000円売ってしまったのかというと、うん、パンちゃんリナさんも1500万円以上の投資の話に乗っかって損失していたということでそのこれダブル TKO だったんですよ。なるほど、パンちゃんリナはもう無敗の TKO 生産女なんですけれども、うん、でパンちゃんリナさんもやはりこのグレーのスーツを着て一人でこう動画撮って、グレーのスーツに黒のなんかインナーを着てこう謝っていたんですけども、うん、コメント欄にはですね、肌ツヤがいいというですね、なんだ、関係ないじゃん謝ってんだからちゃんと聞いてやれよ、ちょっと映っていたと、木本にパンちゃんリナさん、ちょっと前にもね、タヌカナ復活とかね、タヌカナ復活もあるし、あるしね、逆もありますよ、昨日グレーと思ったら引退とかね、あそうですからねえ、いやなんかもう重なってますね、うん、重なってますよ、いろいろなことも重なってると思うんですよ、ね、TKO さんはまずはトークライブから復活していって、はい、ゆくゆくはもし全国なんかもライブで回ることができるんであれば、はい、まだそこまで考えてないけれども、はい、っていうようなことを、言っていました。ちなみにユタボンさんはボクシングの方で判定負けをした、はい、ということがあるんですけれども、しっかり負けたのはちゃんと僕はね、両方取りました。TKO さんはまあ1回か2回前説でね、こうすれ違ったぐらいは挨拶はさせていただいたような記憶はありますけれども、とても雰囲気のいい方、実際にですねこれ復帰した場合にですね、
こうどうなっていくんでしょうね、うん、結構さ、うん、その例えばライブで募集するとかね、ライブで、あのライブ依頼とかもオフィシャルサイトで募っていたり、はい、逆にこのライブ呼んでもらえませんかって依頼をかけていく作業をこれからしていくという、はい、ことなんですけども、うん、やっぱあれだけ大きい2人がいたらですね、うん、一瞬怖いですよね、楽屋に。いや、怖いよね。あの物理的に怖いですよね、でかいという。そう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 、物理的に怖いから、うん、あんまちょっと近づけない感じはしますね。絶対一番に挨拶行くでしょうね、もし一緒にならない。僕らが出てるようなライブでやるから、もっと、うん、なんていうの、スーパーライブ、うん、イン栃木とかそういうやつだと思うんで、そこで会った時でしたら俺多分菓子折り渡す。いやいや関係ないじゃないか、ちょっともう何にも関係ないじゃないか、本当にお願いしますっつって、ね、でも名乗ってみたいよね、いつかね、イルカブキと申しますっていうのは、うん、あそうね、言えるように、はい、なんとか。だって去年の大晦日もね、空手家の入江さんに挨拶するところまで行けたわけですから、だんだん有名な人に会ってからいけないなっていうね。そうそうそう、一歩近づいた、近づいてるのかな、一歩 TKO さんに近づいたから。まずパンちゃんリナさんに会わないといけないのかな、まあ、そうだ ねえ、というような、ことなんですけれども、はい。あと松竹がね、はい、まあこれいつかその大きいことになったら戻っておいでって声をかけてくれるのがもう想像できるぐらいあったかい事務所だったと、うん、木本さん的には。っていうのはダメな時もいい時もずっとあのいさせてくれた、うん、まあ言ったらさ、なんか俺ね、木本さんが出た街録チャンネル見たけど、そのやっぱずっと東京行ってんの5回ぐらい進出失敗してんだよね、うん、TKO さんって、うん、でその時に爆笑レッドカーペットでやっと引っかかることができて、うん、であとあの松竹にはすごいお世話になってるみたいな話をその時からされてたんだけど、例えば松竹さんに TKO さん戻ってきた時の劇場の時の後輩のやっぱ緊張とかもね、あるじゃないですか。出ないし、この間に入ってきてた後輩とかね。なるほどね。門座の、 あの裏の階段ですれ違うのちょっと怖いかな、うん、まあ松竹門座って新宿にあったけどもうないんだけどね、あそこのどこであったらちょっと怖いな、というようなね。あ、じゃあもうあれかもね、うん、まあ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 擁護はできないけども、うん、まあ木本さんもう騙されてた節がかなりあったんじゃないかなっていう。まあ実際騙されてたみたいでしょ、あるから預けてたお金を、ね、あのそれ連絡が取れなくなっちゃった。っ広告塔に使われたとこあるんだろうね。まあどうなんでしょうね、そこは分かんないけど、そこら辺のことは言ってなかったけどね。ただパンちゃんリナさんもあの、うん、とある投資サイトであの急に連絡が取れなくなったという、完全に被ってるんですよこれね。そう、みんなちゃんと謝罪して出てきてる、うん、タヌカナだけはもうすっごい無敵の人になって帰ってきた。あ、そうなんだ。なんか見ました、タヌカナさんっていうのは、昨年ね、170cm、身長170センチ以上ない人には人権がないっていう発言をしてしまって、うん、それが炎上してしまったんだけども、まあ、ただそれはね、あの、まあ、僕ら漫才でもよくやったけども、そのウーバーイーツを頼んだところね、ウーバーイーツの男の客、うん、配達員がね、うん、あの1回配達終わったのにもう1回戻ってきて口説いてきたと、もう、うん、だからちょっと怖かったんじゃないかなっていう、その田中さんの発言がどうか分かんないけども、不利、うん、になったやつは怖いな。なるほどね。もうスポンサー事務所なしっていう。なるほど、それはそういうところは確かにあるかもしれないですね、はい。キム・ジョンウンさんのモノマネのね、プリン将軍という方がいますけど、キム・ジョンウンの、うん、あプリン、はい、TikTok をやったところで、ね、やっとうとう親にバレてしまって、ふざけるなって言われたとかね、そういうニュースもありますんで、ちなみに宣材写真はですね、ドンキかなんかで言ってるこの早押しクイズのボタンをこうやって持ってる、親じゃなくても怒りたいです、怒りたいですよ、ふざけんなよ、いい加減にしてほしいですよね。とあるね、プリン将軍がね、うん、なんかいるグループラインに僕もいたことがあって、とあるライブに出た時に、はい、その時になんかみんながそのプリン将軍に対してなんかすごいあの敬語を使うみたいな流れがあって、うん、なんかそれ、そういうボケ合いみたいなのがグループラインって通知が止まんないじゃないですか。あ、ね、その前の日かなんかに入ってきたラッパーの人がブチ切れて1日で辞めてましたね、グループラインで。その人がなんか僕に、うん、僕はちょっと、やんわり斜めたんですよ、うん、いやあれよナイスですよ抜けたのとかで起きたら、うん、それも全然通じなくて、うん、不快でしかない返信がどうしたの、来た記憶がねえあると、将軍様にやっぱ、うん、敬意をタッピー岡さんっていうね、ただこれすごいのがそのプリン将軍は確かそのタップっていうオフィス北野の後継団体にいるんですけど、はい、確か事務所ライブではこのモノマネは禁止されてるんですよねその TikTok とか勝手なところで賭けのところでやって、そうなんですよ、だからフリーの顔も持ってる。なるほど、うん、そんなことあるんですねそんなことあるんですね、うん、誰よりもテリー伊藤さんがお笑い北朝鮮って書いてた気もするんだけど、お笑いシリーズで2冊出してますからね、うん、一番そのたけしさんの番組のブレーンだったような気もするんだけどね、まあ時代もあるからね、うん、その辺の判断っていうのはねちょっと難しいですけれども、まあ、ジョンいるまでだったんじゃないだったのかな、ジョンはいるね、さすがにちょっと
長えぞってしつこいぞと、いまだにね、はい、というところなんでしょうか、まあ、TKO さんの会見はですね、ネットで見ることができますので、よかったら皆さん見てみてください、はい、これテレビではやってんのかやってないのか、なんかネットのコメントでテレビでやれよみたいなの書いてたけど、テレビは切り抜きが多分流れるのかな、2時間何分あるやつだから。ああ。だから前もね、宮迫さん、亮さんの会見の時も言ったけど、やっぱネットあっていいよねっていうのは、まあそうだよね、ちょっと思うとか、さらに自分たちの手作り会見をこうお届けすることもできる。いや宮迫さん言ったら手作りの手作りの見てみて、本当思い出すよ。なんか、やっぱ2人だけで、まあお手伝いの人みたいにいるのか、進行みたいな人いるんだけど、まあ、カメラ回す人もいるだろうしね、基本的には多分2人っていう状態であります。まあ、そういう場があるっていうのはね、うん、まあ、ね、あとはいいかもね。あと初めてしました、 TKO ってどういう意味かっていうのは、高行、木下、高広木元、お金、大阪、あ、大阪、お金じゃないです、大阪、でも大阪かいとも思うけど大阪なんだだけどそれはとにかく今回の会見で言ってました、うん、木下さん最後に言ってた、うん、だったんですが、今回変わってしまいました、うん、とにかく苦労してるおっさんになりましたって言ってましたあの、ネットのコメント欄で、はい、こいつら笑ってるやんけみたいな怒ったりしちゃいましたけど見てほしいな、二十何年の振りがあるからね、本人たち、ね、フルで見てほしいなねえ、というようなところでございますね。まあでもね、これからまたお笑いをねやられるということで、もしどっかでお会いできることがあったらご挨拶できる人を楽しみにちょっとやっていきたいなと、はい、思っております、はい、まさのところですね、といったところでまたお聞きなさってください。